はい、どうもこんにちは。沖縄おばばでございます。ちょっとね、これ面白いニュースでございます。えー、韓国の中央日報なんですけど、はい、韓国の中央日報なんですけど、まあ日本よりもね、えー、まあ政策としては正しいことをやっているかもしれません。えー、何がかというと、まあ,あ、よくハムとかベーコンとかに使われている、まあ添加物ですね。えー、発色剤です。はい。発色剤。はい。 アショウ酸塩ですね。アショウ酸ナトリウムです。これが、なんと、えー、韓国、この度、字の札、はい、字の札危険物に指定されました。はい、字の札危険物に指定されました。はい、どうしてかというと、まあ、これね、これで、このアショウ酸ナトリウムで、 あ、は、小さん園ですね。こちらの方で字の札する方がいらっしゃるからという理由みたいです。はい。私、これで、えー、まあ、字の札する人がいるとは思ってもいませんでしたが、ああ、できるんですね。えー、っていうことは、それだけ、まあ、どっくんどっくんということでございます。わかりますよね。はい。字の札できるのが、 亜ショウ縁でございます。ドックンドックンで、なんですよ、本当は。はい。えー、で、韓国が、規定を新たにね、したということで、このアショ縁をね、字の札の危険物に加えたという記事が出ておりました。これね、 あの、まあ、あ見ればわかるんですけど、生地。生地の最初にウィンナーがバーンって出てます。はい。えー、ウィンナー、ソーセージ。まあ、ああれですね。あのー、あれにも使われてますよね。あのー、ランチョンミートにもね、ポークにも。でも、まあ、あ無塩石のもあるんで、はい。あまあ、あと、コンビーフなんかにも使われてます。はい。無塩石のもあります。はい。無塩石。 はい、えー。私はね、無塩石のを使うようにしてます。はい。えー、まあ、そういうことでございますね。えー、ちなみに、この天の化物がね、えー、まあね、デンジャラスだっていうことを伝えるには、非常に、非常にね、わかりやすいと思います。はい。 はい。このね、アショウサンですね。アショウがデンジャラスだっていうことを伝えるためには非常にわかりやすい事例が出てきました。はい。関の国ではね、はい。韓国ではこれが字の、字の札のね、えー、危険物、新たに指定ということでございます。皆さんどう思いますかはい。えー、食べ過ぎると、 4しちゃうんですよ、これ。そういったものを我々は日常的に取らされているということですね。はい。えー、なんで、えー、無塩石のが売ってますんで、はい、無塩石ですね。私はこちらの方を、ね、えー、使うようにしています。いわゆる発色剤、無添加というやつです。えー、ちなみに、この、 あの、小、あ、小三縁ですね。あ、小酸塩は発色剤として使われてますんで、えー、発色剤無添加って書いてあるやつですね。無塩石です。はい。こちらの方を、購入されるとね、いいんじゃないかなと思います。個人的には。ちなみにね、C の国では、あ、小酸塩は、 あ前日ね、作ったおかずにも発生するので、まあ、肉にも野菜にも。なので、作り置きはしないようにと言われています。はい。作り置き。日本人よく作り置きしますけど、硝酸塩が発生してしまうようですよ。微量ですけど。はい。えー、C の国ではあ、そういうことが言われています。 食べ物に関してね、えー、アショウ酸塩が発生してね、あまり体によろしくないんで、えー、おかずの作り置きはしないで、えー、食べるたんびに作りましょう。で、食べるにしても24時間以内にね、消費するように、えー、2日以上ね、おかずを作ったまま置いておかないようにしましょうと言っておりました。はい。 まあ、とりあえずね、えー、まあ知らない方がいると、いらっしゃるとは思えないんですけど、とりあえずね、初めて来た方に、まあとりあえずお伝えしておきますが、私、あの台湾にずっと、まあ結構長いこと台湾に住んでいたので、えとりあえず中国も、 中国語も、ほぼほぼ日本語と同じようにできます。はい。えー、なんでね、えー、中国語の、まあ、あなんていうのかな。そういった情報もいろいろ取れますんでね。はい。えー、そういった情報も、えー、今後ね、いろいろとお伝えできたらと思っております。はい。まあ、そういうことでございます。はい。あしょうさん園です。はい。こちらの方、韓国で 字、えー、の札、危険物に指定でございます、えー。かなりわかりやすいですよね。はい。かなりわかりやすいです。えー、しかも、C の国はこれが微量ですね。本当に微量発生するんで、えー、おかずの作り置きもやめるようにと言っておりました。はい。えー、まあね、知らぬは我々日本人ばかりということでございますかね。 はい。えー、まあ、あ買い物するときは、あできたらね、お肉類を食べる方は、あ加工肉ですね。無塩石を選びましょうね。はい。まあ、そういうことでございます。えー、私も、なるべくね、おかずは、あまあ、日を、長くて2日ですね。2日っていうか、まあ、24時間以内に食べるようにはしています。はい。えー、一個作ったものを、そんなに量は、 たくさんあ、3日も4日も、えー、置くようには作っておりません。はい。えー、そういう感じでございます、えー。なるべくおかず類もね、できたらその日のうちに食べられるようなね、えー、分量を作りましょうね、ということでございます。はい。えー、それではこちらの生地もぺったんこって貼り付けておきますので、皆さん見に行ってください。 まあ、いろんなところにね、いろんな罠、罠が仕掛けてありますよね、ということです。はい。ちなみにこれは昨日ね、生協さんから届いたあ備蓄用の小麦粉でございます。はい、えー。2キロ買いました。で、私の大好きなおやつになります。これ、チロリアンですね、えー。これ好きなんですよ。はい。小さい頃からの好物でございます。<laughs> はい。えー、まあ、そういうわけで。はい。 それでは皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでございました。